どうもです、毎度です。鈴木野郎です。今日はちょっと前にね、僕のこの B級 YouTube 動画の毎日楽しみに見てくださってる方がおるんですけども、その人が、の要望で、送りハンドルの動画を楽しみにしてますっていうコメントがあったんで、前々から、どっかで暇があったら作ろうと思ってまして、で、今日それをちょっとやってみようかなと、僕ごときの、考えてるそのやり方というか、こうやったらええんちゃうかみたいな、こういうのをちょっとこう頭に入れて運転者なら運転しやすくなるんちゃうかみたいな、動画を上げようと思って、ちょっと某峠に来た市内でございます。で、某峠、ここの峠なんですけど、某峠でも、すぐ分かると思うんだけど、関西の人だったらね。心霊スポットで、ものすごい、そこらの、B 級芸人がよう上げてるような、上げて再生数を取ってるような、結構有名な心霊スポット。心霊スポットって、フィクションですけどね。僕も一つ挙げてますけど、あれは半分フィクションやと思ってくれたので、人を楽しますために、やっぱり、ちょっと怖ないと面白くもなんともないんで、ね、ホラーっていうのは。ホラーっていうのはフィクションです。ほんまのホラーなんていうのは、その動画に映せるようなもんじゃないんで。で、途中ね、僕ここ何回か通ったことある峠なんですけど、なんもないとこにうどん屋が一軒あるんですよ。で、前まで僕そこのうどん屋はもう昔あって潰れたとこでも通ったんやけど、どうも営業してはるみたいなので、寂しいとこであるっていうことは結構うまいんちゃうか思って、途中立ち寄ろうと思います。食ってみようかなと。どんなうどん食わしてんやろ。で、話はまだそれでもうたんやけども、ステアリングのその操作の送りハンドルね、基本になる送りハンドル。もちろん、時とその場面によったら、常に送りハンドルを使ってるってわけじゃないですね。僕ごときでもね。駐車の時なんかね、スーパー行って駐車する時なんかは、もうほとんど片手ハンドルです。パーセナが大概そうだと思うんだけど。で、昔のね、とりあえずステアリングの話ですね。昔はもうこのステアリングじゃん。もうちょっと車いじるはる人はもうこのステアリングを変えるっていうのがもう、車いじりの基本中の基本や。まずステアリングを変える。で、ステアリングを変えるっていうのは、どういうことかっていうと、元のステアリングより外径を大きくする人っていうのはいないと思うんですけど、ちょっと小さくする。あるいは、ある程度、小さくして、することによって、クイックになる。だから、切り株が、ちょっと今までこう、かなりの大きい分ね、かなり切ってた分が、小径にすることによって、もう軽く曲がる。で、
だからも元のクセアリングが 大きくなるたびになるのに、だるくなる、感度が遅くなる、だるくなる、で小さくするほどクイックになる、逆にシビアになるんですね。でそういうことが簡単にね、見ながらできたんですけど、今の車ってもうね、エアバッグが標準装備になってもらったんで、昔エアバッグってね、オプション、高級車のオプションみたいなもんで、まあ、つけてる人、わざわざつける人はそんないなかったんで、よっぽどの臆病もんやったり、ちょっと金が余ってる。うん、まあ、車をちょっといじろうとか、車好きでエアバッグを選ぶ人、オプションで選ぶ人は、まあ、ほぼゼロやったと思います。で、今はそういう楽しみもなくなってしまいましたね。で、今で飲んでも買えようと思ったら買えれるけど、ね、わざわざエアバッグ外して、高価なね、お金払った、オプションで入ってるお金を払ったエアバッグを外して、ラインのステアリングつけていう人も稀にいますけど、まあ下手したら保険が効かになるとかね、いう弊害もありますね。まあ今の人はもうほぼ変えることもできないようになってます。だから昔の車って結構楽しいんですね。車を自分であれする。まあシートベルトもね、僕らの時代はまあシートベルトはどんな車にも標準装備でついてましたけども、任意やった。で大型の人がシートベルトしてませんでした。で、僕らの時代は、結構車に死角があったりで、ね、当然バックカメラなんかついていくから、体をこう動かして目視するのが基本で、ミラーの見えるね、は自分で体で動かして、バックするときは体をちょっと上半身に乗り出してみるっていうのが普通やった。で僕はもう昔の人間なんでそういう癖がついてるから、シートベルトするとね、それを制御しますよね、シートベルトが体をね。だからもう鬱陶しいでしょ、逆に危ないんですよね、バック、もうこの状態でバックせなあかんってなる、まあ、できますけどね、もうそれになる、もうそれに慣れてないで、もう体を出してみるっていうのに慣れてるんで、あれなんと、で僕首が太いんですよね、人一倍、人より普通の乗人の人より首太いんで、首の太い人ってね、年取ると凝るんですわ、ものすごく。で首を動かすんがして、ね、痛くなってくるんだけど、だからシートベルトで制御されるけど、目視しようと思ったら首だけですよね。ほんなもうそこもうだるうてね、ちゃんと目視もできへんしね、もう逆にこれが安全装備じゃないやろというのが僕の認識なんですよね。まあぶつけたり事故した時は知らんけどね、どう変わるか分からへん、それも 100% その栄養に変わるかどうかで分からへん、もう邪魔でしゃあないけど、まあもう国が決めたもんやから、もう強制的にせな、切符切られるやります。駐車場入ったらもうすぐシートベルト外しますけど、こう行動でない限りはシートベルト外して体を乗り出してちゃんと目視してするようにしていくんですけど、ね、たまに外れにくい時とかね、戸惑うその時間がもうすごい無駄ですわ、ということですね。で、また話が出る。でまずこのハンドルを切るっていう動作で、まずねハンドルってどれぐらい切れるか、でこれタイヤが設置してる状態なんでパワーステップでちょっと重いんですけど、簡単に回らないんですけど、まあ例えば目いっぱい回したらどれぐらい回すか、目いっぱい回したらだいたい2回転ちょいですわ、で普通の車で2回転とこれだけ45度かな、2回転と4分の1ぐらい、こんなもん、こんなもんなんですけど、じゃあこのまあこんだけ回すって普段ありえないですし、普通のグリップ走行やったら
ね、峠でもサーキットでもありえないんですけど、まあどれだけそれでタイヤが動いてるかちょっと見てみましょうか。左転換ですね。ここだ。ちょっとあ、動きよるかダメ。まあこんだけ戻るけど、こんだけ戻った状態でも ほぼ2回転弱ですわ。でどれぐらいアレスするか。スマホで携帯のね、携帯で見てみましょう。こんなもんですね。で、普段ね、普段曲がる時で、まあ普通のカーブとか、ヘアピンみたいな360度のヘアピンみたいなのは除いて、普通のカーブ180度前後のカーブね。180度以下のかな、90度だ、だいたいねこんなもんです。普段使うカーブで曲がる角度、ね、そこそこきついカーブで、まあ、ヘアピン以外はこんなもん、こんなもんです、ね、でどんなもんかちょっと、もう一回こんなもんなんですね、ほとんど動いてないですね。目いっぱい切って45度ぐらいですね。45度いってるかいっていうか、それで曲がってるんですね。これで曲がってるってこと。で、まあ、まあそういうことです。まあそれではまあちょっと実動で、まあね、行く前にハンドルの送りハンドルの基本ですね。まあ大体人によってあれやけど、僕の場合大体この辺を持ちます。あのグッと握らんと軽く添えるけども、ちゃんとステアリングに手が離れんように意識してやります。まあ、人によったらこの辺やったり、この辺やったり、こんな人もいます。まあ、大体これぐらいがで、引く押すの部分で曲がるときに大体こう引く、こっちで右手で引く、左手で押す、ね、右側やったらこう左手で引く、右手で押す感じですね。で大体こういう感じで、こういう感じで回る。ほんでどんな人でも左利き右利きがあったり、どっちかが利き腕でどっちかが苦手な方があるんで、利き腕でどうやってるかっていうのを意識すると、あ、例えば利き腕であこういう動きしてたな、僕の場合はこっちが利き腕
こういう動きしてたなったら左手でそれを学習して同じようにやる練習。常にあの利き腕じゃない方を練習していく。なんか偉そうなこと言ってるけど、僕もね、利き腕じゃない方は結構ええ加減です。はい、で、そうすることによってかなり運転が楽になります。で、カーブを先に見て、カーブがどれぐらいハンドルを切らなあかんかっていうのを自分で予測して、だいたいこうやる。で、カーブのちょうど真ん中、最後まで切ったとこがこの辺に来るようにしてたら、まあ、この辺の範囲内にしとけば、何かあった時に、例えばちょっとタイヤが滑ったとかいう時も、対応がしやすい。こんだけ余裕が、肘に余裕があるんで、しやすいんで、それを、まあ、こう、予測して、切るときに、こう、曲がってるときに、だいたいこの辺の範囲で、こう来るようにしてれば、やりやすいし、ここからこうもできます、ね。こういう、押す引く、僕の場合だったら押す引く同時にやります。こっちの方が両手楽やから。引く人もや、押す人もやけど、僕の場合は両方腕でやってます。両腕で押す、引くと押すをどうぞ一緒にした方が、両腕がいらん力はいらん。まあ、それはもう個人の自由ですね。押す。ね、場合によって押したり、場合によって引いたり、押したりっていうのも、もう人それぞれなんですけど、まあできればカーブのちょうど最後まで切ったとこが、大体この位置になる。こうやったらこの位置になる。こうやったらこの位置になる。それで大体なるだけハンドルか手離れんように、ゆっくりの動作の場合はね、ハンドルから手離れんようにする。で、速い動作でハンドル切らなあかんときに、あんまり近づけてやってると、こういう、金属物のね、スポークがついてると、これが指にガツンと当たったりすることがあるんで、危ないし、痛い。で、速い動作するときは僕は、ちょっと離して、完全にこうやって話してもたらドリフトじゃない。というのが、僕は僕の認識です。間違ってるかどうかは知りません。ただ僕はそうやって走ってます。それではちょっと行きましょうか。まずうどん屋まで行きますね。暑いな今日。今日は T シャツですわ。初めてやろうかな、T シャツ1枚。エアコンも、まあエアコンかけたらな、もうピクロッチョも走らない。エアコンなしで、クールで窓開けてください。開いて。よし。では、うどん屋へ出発。先の先を見とって、どれぐらい切らなあかんかって大体予測して、スピードにもよりますけど、スピードが上がっていくほどカーブの切れ感というのが変わる。予測できるようなとこはまあ多めに見ておく。ここの峠はね、あんまり走りを楽しむというか気持ちよく走るには適さないと思います。舗装が悪いんと、勾配がきついんと、道が狭いんと、でカーブも結構ね、きついカーブ
特に夜なんか全くもう真っ暗なんです。で昼間でもほとんど車走ってません。バイクがたまに走ってるから、あ、こううどん屋に、うどん屋よりまあちょっとうどんを、写真だけ撮りますわ。というよりまあ定食とかもあって、こうあのコーヒーも飲めるみたいな。あのおばあちゃんが一人経営し頑張って経営してありました。美味しかったです。昔ながらのその注文してから作ってくれるお店。ケツメうどん。場合によっては喫煙も OK みたいな、間も出してくれるみたいです。まあもし機会があれば行ってあげてください。おばあちゃん一人で頑張ってはるんでね。よし、それでは
まあグリップ走行の基本というか一番スムーズな運転になるんじゃないですかね。正解なんていうの